はい、では仕事算のよくある問題なんですけど、なんか全体を1で置いたりとかってやろうとするとなんかこれうまくいかないんですよね。他の問題とちょっと違う点としては、これ太郎とか花子とか A さん B さんが一人ですると何日かかるみたいなのが9人とか12人みたいな話になっているので、なんかいつもとちょっとなんか線分図書いてみたりしてもいまいち分かりづらかったりするので、これは仕事算の中でもちょっと種類が違うものとして問題文の特徴を捉えて、そう太郎花子 A さん B さんとはちょっと違うタイプと思って、捉えて、まず問題文の特徴を捉えてあげるといいかなと思います。これよく述べって言われたりするんですけれども、まあ、要はですね9人とか12人とかっていうので一つの仕事をやろうってなった時には、ですね、次のような図形みたいな感じで捉えてあげるといいかなと思います。まず図形を書いてみましょう。まず前半の9人ですると20日かかる仕事っていうのをこれに表してみました。さあ、これの図形の意味するところっていうのは、この丸1個分が1人の人間が1日にする仕事量だと思ってください。なのでこれ9人でやりますって言った時に、9人いるので 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個丸を縦に並べてみます。なので縦1列が1日分だと思ってください。なので1日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 って言って丸がずっと並んでいると。でこれ20日かかるって言ってるから、この9人の縦丸9個の列が20日分こう並んでるっていう風に、まあ、ちょっと先生手抜きしてるんですけれども、丸がこうたくさんこう並んでいるイメージで考えてください。ということはこれ丸の数数えてったら仕事量全体出ますよねっていうことで、これなんか長方形の面積みたいに縦が9、横20日ってなった時に、結局全体の仕事量っていうのがちょっとイメージしやすくなりませんかね。なんで単純に9人20日いいですか、この丸の数数えるだけです。全体は 9×20 で9×18、180っていうのがまず出ますと。でそれをじゃあ12人でやりましょうって言ったら、縦に12個書いてそれが点点点点って言って、またこう12個さ書いてあげて、それが何日分並ぶんだろうって考えるわけ。でもここの丸の数とここの丸の数は一致するはずですから、要はこれ180個丸があるわけでしょ。で縦12人って分かってるから横はって言ったら、それ割り算するだけですから、そうですね、もう180÷12してあげればいいんじゃないでしょうかと。はい、答えは15日になります。ポイントは2つです。まずこのタイプの問題は全体を1っておくタイプではないよっていうことで、どういうふうに捉えたらいいかっていうと、覚えておいてほしいのはここですね。丸1個分を1人の人間が1日にする仕事量だって思って、それを縦にその人数で1列を1日にやる仕事って捉えたら、まず全部で何個分の仕事があるのっていうのが簡単な掛け算で出ますね。全部で180個仕事があるのを12人でやったら何日で終わりますっていうのは簡単な割り算で出ます。大事なことは仕事算の中には全体1で置く線分図で書いたりするっていう問題とは別に、ちょっとこういうタイプが違ったりするやつが混ざってくるというのは、覚えておいてください。 Today I wanna be the light to reach where you're gonna be Whatever you say You may feel like being alone But I can be the one you really know now The world is yours